毎週水曜日夜10時からは奈良映劇情報局 S ラジはい、今週も始まりました S ラジ。この番組は奈良の演劇情報や芝居のいろいろを奈良県を拠点に活動している劇団イベントステーションの劇団員の私たちが発信していく番組です。はい、というわけでパーソナリティははい、はい、エイプリルフールということで嘘をつこうと思ったけども適切な嘘が思いつきませんでした。中目こと中村めぐみです。なんてなぁなんて中目こと中村めぐみです。はいはい、猫派やったんですけど犬派になりました青あきらです。はい、嘘です。ただ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 嘘をついてみたかったっていうだけの、はい、この微妙なる20秒、はい、そうねいや嘘つこうと思ってみたんやけど、うん、なんか浮かばなかった。浮かばなかった。いい嘘がいい嘘が浮かばなかった。残念やね。エイプリルフールということで、でもなんかいろいろなんかね、うん、あの嘘つかはった人いるんじゃないですか今日。言ってるね、うん、SNS とかでね。あ、そうね。そうそうそう。あの三人目できましたとか。三人目できましたね。毎年やけど。そうそうそう。某、うん、あのうちの劇団にもゆかりのある某在住のね女性の方がね三人目ができましたっていうね、うん、あの嘘をね。SNS とかでねつぶやか貼って、うん、いろんなところから祝福と嘘やんっていうねダブルの声がねそうそうそう割とでも純粋な人が多くてねそうそう騙されてたみたいなね、うんうん、いや、うんうん、そうねなんかついていい嘘と悪い嘘があるだろうとか思いつつね、うん、まあ、うんまあ、嬉しいことなのかもよくわからないけど私エイプリルフールに嘘ついたことってなくて、うん、なんかだかなんかエイプリルフールだからって別に嘘つくのどないみたいなところだったからあれやってんけどうん、うん、いやなんかせっかくやからなんか番組的にはちょっとついてみた方がいいんかなと思って考えててんけど、うんうん、夕方ぐらいからずっと考えてたんやけど、はいはい、浮かばへんかったわどんまいほら私って素直だからはい次行こうかおっとおっと行こうかそんなアキラにまで冷たくされるとはまあまあまあそんな感じでね4月ですよ4月ですね始まってしまった4月4月ですね今日からね、はい、始まる人も多いんじゃないかと今日からねそうね今日からねあのね、はい、大学の入学式とかあったりとかねした方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったりとか、うん、今日から新社会人とかねねなったりとかねはい社会人5年目に突入しましたよ おめでとうありがとうございますだから何って感じなんですけどね、うんうん、5年目とか云々よりもとにかく新年度っていうところで、うん、ねあのすごくドッタバッタバッタバッタしてますけどねえ、ねまあ、そんなドタバタしてる中みんなは花火だってえそうそうそうそ うわーって、ってでも雨やったけどねうんうんでもなんか荷物持ってる人がわーって言ったねあみんなうんなんか稽古終わりになんか駐車場からなんか荷物持って出ていく人がいたんで夜桜しに行くんかなとかあでも雨やったからね、うん、今日は日中雨やったんであれですけれども、ね、うんうんまあでもお花見シーズンということで一気に咲きましたね、うん、咲きましたね一昨日昨日ぐらいがめっちゃ暑なかったいや分からへんそれあ室内で働いてるから分からへんいや暑かったんですわあそうなん、うん、一日外で遊んでただけで顔焼けた先生いたからね日焼け止めしよう、うん、ほんまに、うん、いやでもまさか3月でさとか思っちゃったんやろないや私も塗ってへんけどまだいやでも子供ら半袖で走り回ってたからねあいやそら桜も咲くわみたいな咲きますな、一気に咲いてで今日の雨かみたいな、うんでまた梅雨になって散るとそう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 まあなんかね明日はちょっと天気いらしいんででなんかまたその後下り坂らしいんで、なんかお花見をするならお早めにみたいなことを今日天気予報の片平さんが言ってありましたよねえ、うん、なんでねあのぜひ、うん、あのお花見の計画がある方は ね, ねあの早めにねやってもらったらいいんじゃないかなと散る前に、はい、思っておりますはいではでは、うんまあ、そんな感じでちょっとなんかエイプリルフールのネタとか挟んでいましたけれども、うんまあ、Sラジではいろいろコメントお待ちしてますのでじゃあコメントの仕方お願いしますはい今週も皆様から番組へのお便り、質問、リクエストを受け付けていきます、はい、ツイッターハッシュタグはシャープ D ならこちらのハッシュタグをつけてつぶやいてもらった方が拾いやすいのでどんどんこれをつけてつぶやいてください、はい、よいしょ、はい、またメールフォームでもお便りなど受け付けています稽古見学に行ってみたいという方もこちらのアドレスからご連絡くださいはいね、うんで、ユーストリームのチャットの方でもリアルタイムでコメントを受け付けることができますので、ぜひぜひ私たちへの熱いメッセージとかね、うん、ダメ出しとかね、ねまあ、さりげないフォローとかね、あのね、つぶやいていただけると、うん、あの非常に嬉しく思いますので、ぜひぜひ突っ込んでいただけたらなというふうに思います。はい。はい、まあ、そんな感じで始まりましたけれども、うんまあ、早速ね、はいはい、私たちだけではなく、ゲストさんをお招きして、いろいろお話をしていきたいと思います。はい。はい。そらちでは、毎週いろんなゲストさんをお招きして、奈良の演劇情報などをお伝えしているんですけれども、うん、今週も奈良で活動されている、演劇人にお越しいただきました、はい、ということでご紹介しましょう今日のゲストは
奥野めぐみプロデュース2の皆さんです。どうぞーどうぞーなんだどうぞーわーなんだようこそー棒読みな感じはいはいはい、あごめんなさいね、はい、どうぞお座りください。どうぞどうぞどうぞ。こんばんは。こんばんは。はい。じゃあ改めまして、うん、今日来ていただいたゲストの奥野めぐみプロデュース2の皆さんです。こんばんは。はい。ではね、早速まずはちょっと自己紹介を軽くしてもらっていいですか。うん、じゃあどういきますか。まず上下センター。上下センターです。上下はい。神はい。じゃあ劇団先の森島なつみです。これでいいのかな。はい、はい、どうぞ。さっきのが言っちゃった。舞谷ゆいです。はい、本名です。何の正し書きなそれ。はい、はい、プロデューサーの奥野めぐみです。はい、よろしくお願いします。お願いします。プロデューサーかっこいい ね、 いますね。奥野ピはい、まあ、じゃあいろいろね、質問をね、はい、聞いてもらいましょう。はい、じゃあ早速質問させていただきます。奥野めぐみプロデュースは2年前に一度されてますよね。はい、ね、唐突ですけど ね、 はい、ね、すごい唐突な質問になりましたけどね。奥野めぐみプロデュース2ということやけれども、うん、はい、奥野めぐみプロデュース1があったんですよね。1、うん、はい、2年前にね、はい、はい、中村めぐみさんと、うん、北橋奈美さんにも出ていただきました、うん、はい、はい、あれは2年前に、うん、あの時はあれよね、脚本と演出はなんか違う人に、なんかいろんな人をつなげてやったんですよね。あ、そうですね、脚本が、奈良演劇祭でもあの脚本何作か書いてらっしゃる誠さんに脚本書いていただきまして、クロスロープライフの新井達也くんに演出をお願いして、まあ、この2人が出会うとどうなるんだろうっていう試みで前回はしました、うんうん、キャストとかはプロデュース公演ということなんで劇団とかではなくてその都度集める感じ。あ、そうですね、ユニットで、うん、はい、じゃあ今回もいろんなところからいろんな人を呼んできた感じですね。そうです。で、前はそんな感じやったけれども、うん、じゃあ2番で、はい、脚本演出も手がけられてるということですが、ねね、今回は前は脚本と演出を他の人をつなげてって感じだったけれども、今回なんか噂によると、うん、脚本も演出も奥野めぐみさんがやられてるということですか。はい、はい、ちょっと今回、まあ、1年間ちょっとお芝居から離れてた時期があって、で今回ちょっとまあ自分の中で節目の年で、ですね、まあ、自分の体験があって何かしら形にしてみようかなと思った時に、まあ、誠さんなり、まあ、ちょっと何人か相談してみたんですけど、まあ、そういう自分の経験からであれば書いてみたらどうですかって言っていただいて、まあ、ちょっとどうなるかわからないけどじゃあ書いてみようかなって書いて、で、まあ、その自分の中で、まあ、なんていうんですかね、こう脚本のイメージもあるのであれば、まあ、演出もしたらどうですかっていうのを、うん、まあ、ちょっとアドバイスいただいて、よっしゃ頑張ってみようかと、うん、はい、すごい悩んだんじゃないですか、脚本とかも演出とかも。演出はちょっとアドバイザーさんに助けていただいてるんですけれども、ね、はい、脚本もまあいろいろまあ、アドバイスいただいたりしながらも、うん、自分が書きたいのは何やったんやろうみたいな、こう蛇行しながらやっぱりそうですね、うん、すごいですね、うん、プロデュース公演をしようと思ったきっかけ、まあ、今回もやし、その2年前もそうだったんですけど、なんでプロデュース公演、なんか他に客演とか行くとかじゃなくて、うんうんうん、なんか劇団を作るってわけでもなくてプロデュース公演をしたのはどういうきっかけだったんですか。うーん、まあ前回の時は私がまあちょっとお芝居を離れるかも、うん、就職でちょっと離れるかもっていうのがあって、まあ、劇団ってやっぱ作ってしまうとなかなか仕事がどうなるかもわからない状態で維持もできないので、うん、でまあいつかできればいいなと思ってたんですけども、うん、なら今やればと前回の時は言っていただいて、うん、よっしゃやってみようかと、でまあちょっとお芝居休んだ期間があって、うん、まあ、またちょっと少し落ち着いてきたから、まあ、自分の中でも節目の年とありまして、まあ、また頑張ってみようかなと今回思って、で、まあ、いろんなこう自分が一緒にやってみたい人声かけてやってみようかなと、うん、なるほど、
はい、その作った作品はどんなストーリーとかって教えてもらってもいいですかね。はい、いやそれ言いに来たんですよね。見どころとか何しに来たんですか。見どころとかここ頑張ったとか。はい、はい、ちょっと命、まあ、死にまつわるテーマ、うん、で、実際まあ私が身近にいた恩師だったり同級生がモデルになっているので、うん、まあ、ちょっと最初はこういうものって書いていいのかなってやっぱ重いものであるし、うん、実際いた人をモデルにしているので、うん、ダメかもしれないって悩みながら、でもこう自分がその、まあ、その人たちの死があってこう頑張ろうって思って支えにしてきた言葉だから、何かしらまあその見てもらう人に伝わるかは分からないけれども、まあ今日できることを後回しにせず頑張ろうよっていう伝わればいいなと思ってお話書きました、うん、タイトルが、うん、今日できることを明日にするなっていうものなんですよね、はい、うん、なるほど。じゃあ、実体験から基づいてのストーリー、まあ、実話というよりは、まあ、なんかまあ実話を元にそうですね、まあ、モデルにしてという感じで、うん、まあ、じゃあちょっと渾身の一作なんですね、うん、時々なんかじゃあ見どころって言ったら、うん、そういうちょっと リアルな感じのところですか。なんかどんなところで見どころといえばどんな感じ。そうですね、まあ、見た人にあやっぱりそのとても普段の日常の中でちっちゃいこととかめんどくさいことって、うん、まあ、明日したらいいやってやっぱり私もそうだし、どん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 もうこれ明日でもいいやん、またでいいやん、なんかちょっとめんどくさいなとか、こうなんか踏み出す勇気がないなって思ってしてしまうことっていうのがみんな誰しもいっぱいあって、でもこう見てもらってあちょっと頑張ろうって思ってもらえたら、ん？見どころ？まあそこがポイ、うん、そうですね、ポイント、ポイント、うんうんうん、いいですよ、はい、いやもうプロデューサーさんが ねここを見てほしいっていうところが見どころなんで、うん、大丈夫です、はい、他の方はなんか見どころとかどうですか。どうですか。じゃあ頑張ってるぞ、本名の舞谷さんとかね、うん、そうですね、話の内容が、うん、話の内容がなかなかに重いんですけど、その中にも面白さとかもね挟みつつ、あとはその なんていうの、うん、その話を聞いたらっていうかな、見たらそのズンとくるものがあるんちゃうかなって思うところが私的には見どころかなって思います。おー、ハッピーさんはどうですか。生と死を扱った重たい話ではあるけれども、うん、さっきまいまいが言ってたみたいに面白いところは面白いし、こうなんかその切り替えとかも楽しんでもらえるかなと思います。場面が結構切り替わるんですよ。もう変なことだから、もうちょっとその切り替えとかで、うん、なんか小学生時代やったり大人時代やったりみたいなのをコロコロするんで、ちょっとその辺も楽しんでもらえたらなと思います。おー、なるほど。でもそのコロコロって割と大変ですよね、うん、一瞬でそのチェンジというかね、見せ方みたいな感じので、うん、今時が変わったよって、今は過去だよとか何年後だよみたいな感じを表現するのもなかなか苦労したんじゃないですか、演出さん。そうですね、まあそこはね照明さんだったりね、音響さんマジックだったりね、はい、こうね、役者のマジックだったり、うん、ね、うまいこと、うん、頑張ります。はい、なるほど。じゃあ詳しく公演 の、うん、時間とか、はい、告知お願いしていいですか。はい、見ないと私が分からない、4月25日土曜日の19時からと、はい、4月26日日曜日の、14時2時からと17時5時から、はい、奈良市音場館ホールにて、やりますやりますはい、料金は料金は、前売り当日ともに1500円です。はい、わかりました。キャストの方は何人ぐらいであるんですか。
全部で8人います。8人大所帯。お、前は6人やったのでちょっと増えてね、うん、ちょっと大所帯結構ね、結構いっぱいな感じになりましたね、はい、な中にはあの S でいつも出てくれているピンポンダッシュの竹本くんとか、はい、ね、出てますよね。で、あ、はいはい、あ、で、あ、奥野さん出演もされる、出演もされる、出演さ、出演もされる、はい、出演しますよ、出演します、出演もされる、出演もされる、はい。じゃあ脚本やりながら演出しながら、うん、プロデューサーしながら、うん、キャストであるという、はい、大忙しですね。そう、うん、大忙しですよ、おー、ね、自分で自分を演出しないといけないし、そうですね、大変じゃないですか。どうですかその辺は、ね、こ、でもこれあの、はい、結構みんなあの出演者の人みんなに助けてもらいながら、うん、みんなで作り上げてるっていう感じが今回はします。おー、うん、いい感じで仕上がりつつある感じですか、うん、ね、ね、頑張ってますねえって振るなよそこだけ振らんて頑張ってますよ、はい、なんかさっき話を聞いてると、なんか夏美の役名を聞いてあげてみたいなことを聞かれた、言われたんですけど夏美さん役名なんて言うんですか私の役名、夏って言います。夏、そのままっていうだけなんですけどそんだけかたまたまね、よく言われて、うん、夏っていう子やからって言われて、うん、夏やから、夏美やから夏の役くれたんかなって思って、どういう偶然でって、あ、偶然なんや、偶然書いてて、あ、なんかこうなっちゃんやなと思って、こう役者さん探して、うん、一緒やみたいな、たまたまなんですけどね。たまたま、たまたま、たまたま、その役を書いてから夏美を当てたのもたまたまなの。たまたまです。ああ、当ててみたら、あ、一緒やみたいな。そうそうそう。なんか稽古中になっちゃんなっちゃん言われてよくわかんなくなる。なっちゃん、夏美あれみたいな。ああ、自分のことなのか。役のことなのかみたいなね、どっちなのか、あ、ここでコメントが来てます。はいはい、ララゼロさん、こんばんは皆さん、あ、メグさんだ、見に行きますねと、おお、はい、ね、ありがとうございます、はい、あーあーあーそうですね、はい、はい、そうそうそう、見に行ってく、見に来てくださるということです。はい、ぜひね、頑張っていただいてね、ぜひぜひ、楽しみにしていただきたいなと思います。まだもうその2年前の時も奈良市の音場館のホールでしたよね。あ、そうです、ね、会場で、あの時はなんか囲み舞台みたいな感じでしてましたけど、今回はどんな感じですか？今回は、囲みとは少し違うんですけれども、うん、ま、舞台と、ま、舞台じゃないなんていうんですかね、うん、ま、ちょっと客席側にも出て、お、ちょっとお客さんに楽しんでもらえたらいいなと思ってます。おお、なるほど、うん、ちょっと空間も使いながら、そうですね、どこもあれですね、演出のあれですね、うん、腕もね、ちょっとね、この辺ですね、うん、頑張ってくださいね。はい、はい、はい、ちょっと、うん、ですね、意外と時間がまだあるので、うん、まだお話ししたいことがどうですか、他なんか言いたいこととか一押しポイント他なんですかね、一押し、個人的には、はい、竹本さんが面白いなと思うので、はい、かなりちょっと重い中で、まあ、しっかりしたこう真面目な部分も出てくるんですけど、うん、まあ、真面目じゃない部分でかなり面白くやってくれてるかなと笑が笑、はい、めぐみさんの、奥のめぐみさんの、はい、このキャストのチョイスはもう、うん、自身のもう独断と偏見というか、もうや、この人たちとやってみたら面白いなっていう人たちを、そう、そうですね、うん、なんか今回ちょっとあのお芝居をもともとがっちりやってるっていう人が、まあ、ちょっと少なめではあるんですけども、少なめ、うん、うん、でもこうなんていうんですかね、まあ、先生出てくるんですけど、うん、まあ、先生の役の方ももともとお芝居をしてた方ではなくって、うん、小路語り部座さんとか奈良部で、あ、まあ、女優デビューをしたっていう方なので、もともと全然されてないんですけど、うん、でも、まあ、こういう人生ですごい経験してきた人がある程度の年齢の役やったらすごいいいんじゃないかなと思って、あえてこうちょっとね、どっちか言うと素人さんですけども、はい、ちょっとそれが狙いだったりします。おー、そういう人たちも加えつつの、じゃあその8名でお芝居をされるということですね。そうですね、はい、うん、どう、なんかありますか、やってて、稽古やっててどんな感じ。え、前谷さん久しぶりじゃないですか、舞台立つの。割と、あ、そうでもない、いや、そうでもなかった、そうでもなかった奈良でやってなかっただけあった。そう、そうですね、あ、奈良では久しぶり。そうですね、そうですね、はい、奈良では久しぶり無理くり言わした感じがありますよねうんうんうん、うん、どうですか、奈良で。そうですね、なんか
公民館とか行って練習するのとかも結構久しぶりやったりするんでそっからなんかね斬新というかなんというか奈良っぽさを感じているわけですね。そう、もう自転車で行けるっていうのがもう、うん、めっちゃ個人的な近いな。なるほど。どうですか、うん、奥野めぐみさんの脚本とか演出は。本人目の前にしてさあ言いにくいことを言えばいい、うん、そうですね。いや、あ、まあ、あの いい話やと思いますよ。人ごとか出演するのにいい話やと思いますよ。終わり。あ、いや終わり。そうそうそう、いい話です。あのそうですね。あ、なんやろ、あの役とかもそんなにね、あの普段やるような役とかじゃないんで。お、なんか違うんや。ね、小学生なんで、そうですね、お、ちょっと、うん、なんかいろいろ斬新というか、なんというかっていう感じですね。いつもの自分とはだいぶ違う感じの演技を、うん、はい、じゃあそんな感じで頑張るそうなんで、前谷由依さんが、本名前谷由依さんが小学生役にねチャレンジと。お、ちょっとランドセルショーン。いや、ランドセルはショーン。ランドセルはショーンけど、うん、小学生役を、はい、だいぶちょっとね、年齢をね、遡って、さあ、いかに子供らしく見せるかみたいな感じのも、うん、ね、見どころの一つなのかな。夏美さんはどうですか。はい、はい、聞いてた、聞いてた。聞いてました、聞いてました。なんか言おうと思ってたけど、今の瞬間に。今の瞬間に。はい。はい。はい、あの、そう、今回一緒にやらせてもらう方々が、うん、なんだかんだで今まで関わりがあった人たちが多くて、完全に初めましてって竹本さんと木下さん、うんうん、だけで、私自身だからすごく、うん、あ、久しぶりっていう感じが一番初めの経験があって、あ、で、奈良部からの人が多いのかな。そうですね、だからというのか分かんないですけど、稽古自体の雰囲気もこう、さっきめぐさんが言ってたみたいにみんなで作っていく感がすごい強くて、こう思うっていう意見を言ったら次の稽古になんか反映されてたり、なんか演出とかもこういうやり方があるんじゃないのってみんなで話し合って、じゃあこれでいこうみたいな、なんか、うん、あ、なんかいいなっていう感じですね。いいな、うん、すごい、うん、楽しく、うん、ワイ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 。あ、稽古場の雰囲気もいいってことですね。はい、でも、それはね、すごく大事なことやし、なんか楽しくね、稽古ができるって素敵かなと思うので、うん、ぜひぜひ、そんな楽しい稽古場の作品はきっと面白いから、うん、ね、きっと見ててもね、あの、いい話になってるんじゃないかなと思うので、私たちもちょっと期待しながら待ちたいなと思いますけれども、ね、で、当日が4月の25日の土曜日と26日の日曜日、土日が、19時ですね、夜の7時からと、2日目日曜日がお昼の2時からと夕方の5時からですね。で、会場が奈良市音城館のホールということです。奈良市音城館は近鉄奈良駅からだと東向き商店街、そして持ち戸の線対街を越えまして、さらに下三門商店街も越えまして、通りを1個またいで奈良町の方に入りまして、さらにひたすら坂をね、通っていただくと、諦めずに行くと右側に見えてくるな。ね、あの、よく手前ぐらいで下三門商店街過ぎたあたりで、音城館どこですか、過ぎましたかってよく道をね迷った方がいらっしゃるんですけれども、うん、あの、諦めずに進んでたらいつか着きますのでね、めっちゃ遠いみたいな。いや、大丈夫大丈夫。あの、なんかただなんか一本道やから、まだかなまだかなみたいな感じのがあるだけで、でも徒歩、近鉄ならやったら徒歩15分やし、 JR からやったら20分ぐらいですね、全然歩いて行ける距離ですし、駐車場もあるので、ぜひぜひ、ね、行ってもらえたらなというふうに思います。すごい、あの、道もね、すごいおしゃれでね、うん、なんか奈良町っていう感じのなんか雰囲気のいいところをね、うん、通っていけるので、ね、ぜひぜひ見に行って足を運んでいただけたらなっていうふうに思います。では最後に視聴者の皆さんに、じゃあ順番にメッセージをお願いしていいですか。じゃあ最初の上下センターの順番で、じゃあ上、はい、夏美さんメッセージお願いします、はい、先ほども言ったのですが、まあ、生と死を扱った重たい話ではありますが、面白いところは面白いし、一生懸命頑張りますので、25、26開けて見に来てください。はい、はい、一生懸命頑張るので、ね、あの、見に来てください。はい、はい、ま、テーマとしては重いんですけど、夏美と被るんですけども、ごめんなさい。はい、その、ま、
真剣な真面目なところ、ちょっと重いことをやってるところと、まあ、逆に子供に扮した我々が、うん、あのギャグをやって、ギャグというか、はい、ちょっと、まあ、軽くやってるところのギャップも楽しんでいただけたらいいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。4月25、26奥野めぐみプロデュース2、今日できることを明日にするな、ぜひ足を運んで見に行ってください。 ではお忙しいところありがとうございました。奥野めぐみプロデュース2の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。会場のタイミングがね、皆さんなんかあのあれですかね、うん、どう打ち合わせしたらいつもうまいことスムーズにいくんやろうと思いながら、今だよっていうタイミングでちょっとちょこんで座ってあらはと結構多いんですよね。どうアナウンスしたらいいかな、そういうまた途中ほど反省会しましょうね。そうですね。ね、しかも奥野めぐみプロデュースね、ナミ、ね、ちゃんと2人で、うん、あの S からは100円で出たのをなんか覚えてますけども、うん、あの時よくうちで出てくれてた北くんも出てたりとか、うん、出てた出てたもしてね、あの時はそのなんか囲み舞台みたいな感じで、あの役者が誰も吐けないみたいな ね、そうそうそう、そんなにチャレンジしたりとかもしてないけどもね、奥野めぐみさんもいろんなところでね、うん、なんかいろんなあの作品見たりとか、うん、出たりとかで、もちろんそのいろんな脚本にも演出にも触れてらっしゃるので、うん、自分やったらどうかなってこともね考えながら今までいらはったと思うので、そのね今までの経験とかね積み重ねたものがねこの脚本と演出にね、うんうん、いっぱいね注ぎ込まれてるんじゃないかなとね思いますけれども、ぜひね期待して見に行っていただけたらなというふうに思います。はい、はい、こんな感じで4月のね、お待ちですね。もう言うてる間ですね。言うてる間ですね。3週間後、うん、もういつの間にか4月に入っちゃったしね。早いね。あ、もうどうしよう。ね、もうすぐそこだよ。ね。ということは4月が入ったということは、もう5月も6月もすぐ来るっていうことですね。そうですね。あ、えらいこっちゃ。えらいこっちゃ。というわけで6月ですよ。6月だね。6月の、うん、チラシの撮影を、うん、先週したのよね。したね。お、どうでしたか。うん、意外とね、サクッと終わった。お、そうなんや。うん、意外とサクッと終わった。意外とサクッと終わった。本当は、うん、時間的な問題？時間もそんなにかかってなかったと自分は思っているんですけど、どうですか。あ、モデルが良かったからだ。モデルが良かったそうですね。ね、モデルが良かったそうですよ。ね、うちの看板。看板？看板？男優？男優？二人？誰が？え、山田さんとか。ああ、そうね、うん、そうね。社長さんとか。ないっすか？初めて聞いた。ダメっすか？看板男優。そういうあれなん？エロいっすか？エロいっすか？看板男優って言ったらそんななんかあれなん？そういう感じなんですか？じゃあなんて言ったらいいんやろ。なんて言ってんの。イケメン俳優ですじゃないの。なんかいつもだって。そうだね、だって男優、ね、じゃあ男優2人が、ね、うちの劇団の男優2人が、ね、次はちょっとね、そうそう、写真じゃないわ、チラシにねチラシにあの、うん、登場する予定で、うん、でその2人の衣装もね頑張ってアキラがね、うん、作ってくれたよね。間に合いましたか。うん、間に合ってますよ。お、よかった、うんうんうん、今更間に合ってないとか言っても困るけど、うん、よかったです、うん。でそのね、あの南出大和くんが6月は主演で、うん、でもって、うちの座長がね、うん、あのまたメインの役で出てくる予定ですので、うんうん、でその2人が映った、映った、チラシがね、撮影が無事に終わりまして、うん、もうちょっとしたら入校シーンの皆さんの手元に配られる日も近いかなという感じです ね、きっとかっこいいのがね、出来上がると思うんでね、はい、ぜひ交互期待ですよ、ね。え、きっと奥野めぐみプロデュース公演とかにも挟み込まれる予定かな、うん、それ目標で出来上がればいいなみたいなね。なるほど、はい。お、あ、デザインをもうちらっと見てる、なみちゃん。いいっすね。お、いいですね。ぜひ私たちも見てなんかちょっとね伝えていきたいなと思います。またねチラシが出来上がりましたら、そのチラシのことももちろんあの即ね、うん、あのお知らせしますし、その時の撮影の裏話なんかも ねたくさん お伝えしていけたらなというふうに思います、うん。で、6月の撮影が終わったんですけれども、そうこうしてる間に5月のチラシは選手できたんですよ、はい、選手や選手できたけれども、もう一つ忘れちゃいけない、うん、奈良演劇祭の共通チラシもできたんです。できたね。せーの、じゃじゃーん、はい、イエーイ。第7回奈良演劇祭のチラシがついに完成いたしました。なんと今回のチラシ、今までは A4 サイズであったんですけれども、今回第7回なら演劇祭はなんと、おっと、ちょっと変形型で、 A3 の変形型でだいぶちょっと特大サイズになっております。なんとあの開くなんと開くはい、こちらなら演劇祭のチラシが完成しております。今回は今まで
まあ、奈良にゆかりのある地、また芝居にゆかりのある地で撮影をしてきたんですけども、今回も、奈良の芝居地巡り、芝居の地巡りということで、今回は平城宮跡が撮影現場となりました。まあ、なんで芝居の地で平城宮跡っていうのはここにちらっと書いてあるんですけれども、まあ、あの公民館とか借りるお金がなかったりとかね、あのそういうあの公民館を借りることができなかった時によく屋外で稽古をするっていうのが奈良の劇団とかでは結構あったんですよね。我々もありましたよ ね、 ね、ありました、ありました、ありました。なんか自主稽古は平城宮跡でやったりとかっていうのもやってたりとかね、広いところでなんかあちこちでそんなになんかあの発声練習とかしても別にそこまで怒られへん し、ね、怒られないし、ただただ広いし、いろんな人が使えるみたいな感じで、ね、まあ、昔と違ってなんかだいぶ塗装されたりとかしたので、ちょっとあの趣は変わってるところも塗装ね、うん、されたりとかあるので、いろいろあるのでちょっと趣はいつも今までと変わったりともしますけれども、うん、でもこの撮影行った時もなんかねダンス部かなんかがあのひたすら練習してたりとか、なんかそういうやっぱりそういうなんか練習エリアみたいな感じになってんねやろなっていうのをなんか肌で感じましたね、うん、そうそう、そんな感じです。で、この須田くもんをバックに、はい、やってるんですけれども、この第7回ということで、まあ、7ですよね、まあ、でっかく7って書いてあるんですけども、今回このほらあのモデル2人がですね、大縄跳びをしてるというのがコンセプトでございまして、この縄がね、うん、ちょっと色がねついてね、ちょっと虹っぽくなってるんですよ、ね、7回分の縄がここにウヤーってなっててね、うん、そしてペラッとめくっていただくと、ほいほい、飛んでます、飛んでますね、飛んでます、イエイイエイ。それ飛んでるのが、今まではここ出ているのは大概あのモデル2人がなんかしてるって感じだったんですけども、今回違うのはあの各団体紹介のところでもいろんな人が飛んでるんですよ。これぴょんぴょん飛んでるね、ぴょんぴょん飛んでます。もうね、ありとあらゆる人があらゆる角度で飛んでます、うん、イエイイエイっていう感じなんで、ぜひぜひ ね、あのどこに誰がいるのかみたいなのを探していただけたらなというふうに思います、うん、あのまあ、あの面白いかどうか分からへんけど、まあ、はいはい、あの一番ここに多く登場してるのは私なんですけど、ね、私が何回登場してるかちょっと数えてみていただけるとまあそういうなんかしょうもない、ね、数えたおったなんか、ね、そんなあのくだらない遊び方もしてもらってもいいんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、そんな感じで、で、参加される団体をもう一度ご紹介いたしましょう。じゃあ順番に行きましょう。左上からまたね、あのチラシ手に取られたらぜひ見てください。まず左上、なんと初参加名古屋からです。で、名古屋からで赤いスリッパ企画という団体が参加されます。名古屋からです。そしてその右側、なんと神戸から次また初参加劇団ホームというところが参加されます。そして参加3回目、こちらは奈良の天理から劇的シエロ、こちら奈良演劇祭3回目ということでね、過去に2人芝居と1人芝居を経験というかのあの上演ねされております。今回はどんな感じのなのか、なんかチラシによると劇的シエロが大作りする愛と憎しみの現代版復讐劇、うん、復讐劇、気になる感じのね、あの煽り文がありますけども、ぜひちょっとね注目してもらいたいなと思います、はい、そしてこの下、初参加です。奈良の生駒でやっている、コメディのね、ワークショップからです。コメディユニット100ボルト、こちらは、アーティストユニットイカスケの青木さんがね、あの主催されているワークショップの、まあ、集大成という感じでね、青木さんがやっているところが参加されます。コメディユニット100ボルトです。そして、奈良演劇祭の限定ユニット NTF プロデュースです。でこちらの方、今回は、うちの制作の北橋奈美ちゃんが、役者として出演されます。彼女たちは狐か人か狐物語、お、なんか狐が出てくるのか出てこないのか、なんかちょっと気になる感じのねお話です。そして我らがイベントステーションが参加7回目ということで、はい、解禁賞やったね、うちだけ解禁賞、はい、が、白紫という2人芝居を頑張ります。まあ、ここにねぴょんぴょこぴょんぴょこ飛んでますけれども、ダブル中村で例えば絶賛稽古頑張っておりますのでね、もんもん言いながらね、はい、頑張っています。この白紫という作品を上演します。なんか今までになく、うん、あの朗読劇というね、うん、すごくあのちょっと言葉一つ一つを大切にした感じの芝になっていますので、ぜひ皆さんご来場いただけたらなというふうに思います。で、奈良演劇祭の日時が2015年5月の30日の土曜日と31日の日曜日です。会場が王子町やわらぎ会館4階のイベントホールです。入場料が全席自由で1000円です。こちら中高生は要学生証で500円、小学生以下と60歳以上の方は無料で見ていただけます。1枚チケットを買っていただけると2日間全日程どの公演でも自由に観覧できます。ねえ、超お得ですよ、うん、
途中で別に入ったり出たりとかしても、うん、これは演劇祭に関しては OK ということになっていますので、あの見たいやつを好きなだけ見れます、うん、はい、っていう感じのすごくお得な演劇祭になっております。まあ、なんか例えばうちあのイベントステーション見たいけれども、あ、なんか前後も時間があるなと思ったらこっちも見とこうかなみたいな感じのももちろんできますし、うん、あのいろんなところ、まあ、なんか見るつもりなかったけどイベントステーションも見とこうかなみたいなことももちろんできますし、うん、ね、いろんなところがいろんな味を持ってるのでいろんな味がある劇団さんなので、なんか今まで知らなかったところを知る機会にもなりますし、うん、なんかお気に入りのね劇団が見つかるかもしれないですよね、うん、ということなんでぜひ ね見に来ていただけたらなというふうに思います。そしてさらに、はいはい、チラシじゃないチケットまでできちゃいました、はい、チケット初めて見た、はい、できました、イエーイ、私も初めて。こちらでもあのモデル2人が今度はなんか大縄を大縄じゃないな、ちょっと短く2人で飛んでる感じのね、はいはい、もうひたすらね飛びまくってますよ、あの平常宮跡で、ね、楽しそう。そう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 、でこの撮影をしに行くよってうち親に言ったら、親が平常ジャンプっていう謎のね平常ジャンプ平常ジャンプっていうなんか謎の言葉を残して、うん、なんかそれしか言わなかったんやけどなんか一人で受けてました平常ジャンプ、はい、平常ジャンプ企画、はい、もうね、これ以上は何も言いませんけどもねはい、はい、なんか、うん、言ってましたよ。でこの奈良演劇祭、そう、うん、1時間に1本ずついろんな劇団が公演します。各団体20分から40分ぐらいの作品を上演されるんですけれども、うん、ずっとあの客席は変わらないのでずっと座ってるだけで、うん、あのひたすらいろんな芝居が見れるというすごくあのお客さんにも優しいお芝居になっております。まあ、休憩した方は途中休憩の時間もありますし、あ、ちょっとこのお芝居は昨日見たからもうちょっと今日は見んとこうってちょっとご飯食べに行こうみたいな、そういう自主休憩ももちろんありなので、ね、いろんなあの楽しみ方ができます。本当にあの1枚のチケット1000円で6団体も見れるなんて、うん、こんなお得な演劇祭が他にあるでしょうか。いや、ないです。ですのでぜひね見に来ていただけたらなというふうに思います、うん、ね、7回目ということで実行委員長さんがすごいんですよってなんか自分で言ってますよ。はいはい、田中奈良演劇祭奈良演劇祭5月ですね、うん、見に来てください。イベントステーションも頑張ってます、うんうん、あ、忘れちゃいけない、奈良演劇祭はコンペティションですって書いてます、うん、審査により審査員さんの審査により男優賞女優賞そして作品賞である金鹿賞が選ばれます、うん、さらに見に来ていただけるお客様によって選ばれるまほろば賞もありますので、ぜひねお気に入りの作品にね投票していただけたらなというふうに思います、うん、ぜひね見るだけではなくて参加していただけたらね、あのより演劇祭を楽しめる方法になっていますので、うん、ぜひぜひ参加してみてください、はい、で5月が終わったら次6月ですよね。世話しないね、世話しないって言うなよ見どころいっぱいやね、うん、ね、もうね休む暇なくね、うん、ね、もうなんか楽しい感じやね5月6月、うん、はい、で5月6月、5月6月2ヶ月連続公演してやります、うん、イプチのイベントステーションの2ヶ月目の公演です。6月の27日の土曜日と28日の日曜日が開催日程です。で第30回公演釈ヶ岳の迷い寺というタイトルでお送りします。こちらの会場が王子町地域交流センターのリーベルホールです。でこれがさっき言ったあれですね、あの6月の撮影室だよってやつですね、うん、そうそう、あの南出大和くんとうちのダチョウの山崎宏さんがチラシに出てるよっていう感じでね、うん、ぜひあのチラシそのうち出来上がったらいろんなところにね巻かれたりとか、うん、はい、出てくると思うので、うん、鮭ヶ岳じゃないよ、釈ヶ岳だよ鮭じゃないよ、釈ヶ岳だよシャーやってんだよ、クマがね鮭を取る、違うよシャケガタケじゃないじゃんか、シャケガタケで実在するんですよ、うん、なの戸塚川の方に ねあるんでね、すごいなんか行きにくい感じだけども、うん、一回行ってみたいなって言いながら、シャカガタケ、もうシャカガタケ、はい、いじられてる、はい、シャカガタケね、シャカガタケの迷い寺、うん、はい、どうなってらだ見てください、はい、はい、5月のねあの静かな感じの芝居とはまた打って変わった感じの芝居になっていますので、うん、ぜひね6月の方は結構あの出演人数が、ね、うん、いる多いので、でさっきの奥のめぐめプロデューサーが8ならば我々16、17に増えましたか、お、17ということで倍以上にね増えているので、ちょっと大人数のなんかエネルギッシュのお芝居をね見たいなら、まあイベントステーションの6月公演をね見に来ていただければいいんじゃないでしょうか、うん、ね、はい、ぜひぜひとおすすめしているんですよ。そういう感じで5月、6月、うん、もう目白押しですので、イベントステーションの公演、そして演劇祭にご来場いただけたら嬉しいです、うん、お待ちしてますので、ぜひあの今のうちにねスケジュールでねチェックしていただいて予定を空けて見に来てください、お願いします、お願いします、はい、でイベントステーションがこんな感じで活動していますけれども、うん、まだまだ他にも、いろんなところで演劇がやってますので、じゃあ演劇情報をお伝えしたいなというふうに思います。はい、じゃあ奈美ちゃん準備お願いします、はいはい、
あ、今準備中ですね。準備中ですか。はい、じゃあ行きましょう。まず4月。よし。よし。切り替わった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 。はい。はい、こちら劇団時空。ん？何公演？夜桜公演。夜桜公演、大化の改新。お！4月の4日土曜日19時からです。会場が石舞台の古墳内。おお。で、拝観料が必要です。これ石舞台の古墳の中に入るってことですね。そのための拝観料が大人が250円、高校生が200円、で中学生が150円、小学生が100円です。まあ、これ拝観料あの、ね、入場料と思ったら全然安いんでね、ぜひなんか見てもらいたいなというふうに思うところですけれども。はい。で、翌5日日曜日14時から飛鳥村豊浦地区天ヶ市今須神社にて、そういや読める字がねちっちゃくてそう字がちっちゃくて読めないですすいませんね。で日本の裁判の始まりとされる久方地の神事の寸劇、こちらは観覧が無料になってるんですね。もう劇団時空ってこの、あの石舞台の方でね活動されている劇団さんですけれども、アスカね、アスカ、そうアスカねちょっとあすごいざっくりしちゃいましたけど、はいすいません、アスカですね、はいすいません、アスカです、ね、ぜひこちらも注目してもらいたいなと思います。もうあ今週末じゃん。お4月の4日もう今週末ですね、土曜日にやるそうなので夜桜公演ぜひね、こんな石舞台の古墳の中でね芝居が見れるなんてなかなかないので、ね、ぜひこちら注目してもらいたいものの一つですね。でまた、ね、この日本の裁判の始まりとされる久方地の神事の寸劇ってこちらもなんかすごく興味がありますね。でまたあのこの石舞台とか天ヶ市のとかね、あの大化の改新とかちょっとイベントステーション的にはちょっとね、あのワクワクするというか、ね、半年前を思い出せますね。ちょっとねあのすごいまた見たい感じのお芝居になっていますので、ぜひちょっと見に行ってもらいたいなというふうに思います。ぜひ ついでというかこの、観光がてらね観光がてら感激か待って感激がてらって言ったかって感激がてらいろんなところを観光ねしてもらえたらと思います。アスカ行きましたけど、あのサイクリング、うん、レンタサイクルがあってですね、いろんなところをなんか一気に、ね、回れるのですごい楽しかったですよね。ナミちゃんナミちゃん楽しかったです、うん、はい、ナミちゃんと私行ったんでナミちゃんも私も行ったんやけども、うん、別日に行ったんで、あそれぞれあの全然別コースを、うん、おのおの違う日に回るみたいなね、楽しいなみたいな、そう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 、ね、仲が悪いわけではなく、うん、あの行けるタイミングでお互い行ってここ良かったよみたいな情報交換をしながらね、うん、ここのレンタサイクル屋さんは100円安いよとか言いながらなるほど情報交換しながらはい、あのちょっと写メを送り合いながらね、うん、な感じでやってました。あ、そしてまたコメント来てます、はいはい、踏んで芝居すごいな、久方地神事やんです、神事です。なのでぜひねこちらも見に行っていただけたらなというふうに思います。では次行きましょう。はい、はい、次あなんか映像が映像で画像が変わった、看板ができましたね。はい、4月の17日と18日ですね、劇団いちご大福2015年新入生歓迎公演楽しい歓迎会で、こちら4月の17日の金曜日が17時半から、18日の土曜日が11時からと14時から、奈良女子大学の学生会館2階大集会室が会場です。料金は無料ということです。こちら、いちご大福、劇団いちご大福は奈良女子大学の演劇部ですね。あの先週まではあのツイッターのアイコンがね映像やったんですけども、映像じゃない画像やったんですけども、今回看板ができているということで、こんな感じの看板が目印になっております。あ、来週ゲストで来てくださるそうです、劇団いちご大福の皆さん。新館公演で楽しい歓迎会、なんかまんまやんみたいな感じのタイトルですけれども、どんな歓迎会なんでしょうね、うん、なんかこの画像を見る限りではなんか将棋の駒みたいなのが映っているので、ね、将棋の盤と将棋の駒っぽいですね。これがどんな感じになるのかちょっと楽しみですね、うん、来週詳しく聞きたいと思いますので、ね、気になる方は来週の放送をねお見逃しなくですよ、ぜひ見てください。では次行きましょう。お、こっちもなんか画像が新しくなりましたね。はい、夢歩行曲横断第77回公演、ククナキククツマイククナキククツマイ夏かけは祭りの庭、はい、明智心シリーズの江戸川乱歩の一
人手なしの恋というところ、人手なしの恋というのが原作になっている作品です。こちら4月の18日の土曜日15時からと19時半から、そして19日の日曜日が12時からと16時半です。会場が大和高田駅徒歩10分の JR 高田駅5分のところにある、金華楼というところが会場です。料金が1800円です。夢歩行曲講談独特の、ね、世界観の中で作品をいつも作られているんですけれども、なんか今回もこの画像を見る限りすごい独特な感じの、ね、世界観ですね。なんかあの恋ってなんだというちょっとあのキャッチコピーじゃないですけど書いてありますね。これなんか鳥と女性ですかね。すごいなんか、うん、なんだろう、引き込まれるような、これなんだってすごい興味をそそられる感じのね、うん、画像が出ていますので、こちらチラシの画像ですかね。ぜひこちらも注目してもらいたいなというふうに思います。さっきの劇団いちご大福と日程が被ってるんですけども、まあ、2日あるのでね、両方とも行くことは可能だと思いますので、ぜひ連日ね芝居尽くしの週末をね迎えていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ見に行ってください。では次行きましょう。はい、こちら先ほど紹介していただきました奥野めぐみプロデュース2、今日できることを明日にするな。4月の25日の日曜日、日曜日じゃない、25日の土曜日19時からと26日の日曜日14時からと17時からです。会場が奈良市音城館のホール。料金が前入り当日ともに1500円です。で先ほどいっぱい告知をしてもらいましたけれども、奥野めぐみさんのちょっと実話を元にした作品で、今回は脚本も演出も手掛けられているということでね、思い入れもひとしおではないかなというふうに思います。キャストも8名、ね、たくさんあの見覚えのある名前もあるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひこちらも注目してみてもほしいなというふうに思います、うん、ね、音場館ぜひあの行ってみてほしいなというふうに思います。なんか空間がねそこまで広くないので、なんか全てを使った感じのお芝居ができるんじゃないかなと今うなずいてはりますんでね、はい、あのぜひ見に行っていただけたらね思います。では最後次行きましょう。はい、こちら番外編です。先週もお伝えしましたけど番外編、こちらなんだと言いますと、維新派という劇団があるんですけれども、そちら2015年新作公演のエキストラキャスト募集のお知らせです。公演概要としましては、2015年9月に奈良県曽爾村の中で約2週間の演劇公演を行います。でその公演の中のエキストラキャストの募集になっているんですけれども、応募条件が1、年齢は35歳程度まで、性別は経験不問、性別や経験は不問、10人から15人ほどの募集予定となっております。ということはまあ誰かといけるって感じですね、35歳以下ならばですね。そして2番、2015年9月1日から約1ヶ月間稽古と本番含む現地での滞在が可能な方となっております。稽古への参加日程は出演者の方々の状況に応じて調整いたしますということなんですけれども、向こう現地で稽古も C の本番も2週間ほどやるということなんでね、向こうにもがっつり滞在する感じになるそうなので、ちょっとこの1ヶ月空けれるよっていう方で興味があるよっていう方はね、ぜひ注目してみてほしいなというふうに思います。私も体が空けば行ってみたい、こういうところねえ、なんかほんまにそんな芝居漬けみたいなね、環境すべてなんか、ね、芝居みたいな感じで行ってみたいんですけども、ちょっと仕事の都合で行けない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、行けるっていう人はぜひ行ってみてほしいなというふうに思います。で締め切りが4月の19日の日曜日ですね。で面談の日時が2015年4月の26日の日曜日午後ですね。でこちらの面談の会場は大阪市内ということで、応募者のみ通知されるということです。で応募や問い合わせ先は維新派事務所担当が清水さんという方だそうです。こちらの方まで問い合わせをしていただいて、興味がある方はちょっと申し込みをしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はいね、こちらも曽爾村ということでね、奈良県の曽爾村行ったことあります？ないですね。そんなええって言わんでもあるやろ、そういうことも、うん、いかん行ってないこともあるよね、うんうん、ありますよ、話あるけども、うん、野外活動とかでね、行かはる人は行かはるし、だからなんか月風とかに行ったりとかね、各学校によってね、ちょっと違うんでね、それは奈良市とか、あの他の市とか町とかとは違いますよね、うん、ね、あのうちとかって、奈良市とかでも月風とかその辺、野球とかね、行くことが多いかなと思うけど、ソニー高原とかもあってね、すごくいい感じの環境になっております。こんなところで芝居できたら楽しいやろうなと思うので、うん、ぜひこちらの方も興味がある方、調べていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います以上、奈良の演劇情報でした。はい、はい、それではそれでは最後のコーナーに参りましょうか、うん、はいお、はい、それではお呼びしましょう。はい、じゃあ今週の山崎、あ、
わざわざ登場し直した、うん、おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、桜咲きましたね。咲きましたね。いやもう今日からね、ね、うちいつも客演で出てもらってる中村かすみさんが新社会人になったということで、ね、あ、そうですね、おめでとうございますと、ね、で、まあ、いろんな人がね新社会人としてね世に出ていくこの頃、はい、はい、そんな感じでね、はい、はい、頑張ってほしいなと思います。はい、お疲れ様です。あ、え早っ。いや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 、でね、はい、ね、何、え、はい、いやもうね、とりあえず、4月に入って、はい、で今日からその6月の稽古が始まったんですよ、はい、はい、でなんか新しい人とかね来ていただいて、なんかまたよろしくお願いしますみたいな、来週の10日も稽古あるんでなんか来るみたいなこと言ってあったんですけども、はい、台本がね全然進んでない状態で、お、はい、もともと14人、はい、13か14ぐらいで、書くという話だって書いてたんですけども、書き始めてたんですけども、はい、なんやかんやでこうポコポコポコと3人増えまして17人になったわけですよね。え、まあ変えざるを得んみたいな感じで、大変ですわ。はい、どうしましょうかねこれね台本誰かね、どっかでね才能とか売ってへんかなと思いながら過ごしておりますけども、はい、ね、はい、まあそんな感じで、まあ新しいねメンツを今日稽古して、はい、ね、うちのイケメン男優の南出さんが ね、ウィウィやってましたわ今日も縦の指導をお、ね、最近なんか南出さんね、なんかこうどんどんこういろんな勉強してるみたいで、お、ね、もう率先してね縦の稽古とかもやってくれるんで、うん、どん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 俺のやることがなくなっていくという楽しい現実になっておりますな。はい、そんな感じですね。はい、はい、お前らさ、せめてさ、はい、合図とかなんか歌へん、うん、言うてるやん、なんか、あ、ほう、へぇ、はぁ、なんだよ、え、言うてるやん。あ、そうっすか、はい、うん、そうですね、なんかリアクション薄いっすね、今日そうですか、ね、いや、まず座長のテンションがだいぶ低いから、いやいやいや、今日ね、なんか、まあ稽古をしてて、はい、まあみんな20代の方やったんですけど、はい、なんか僕だけ30代なんですよね。あ、もうじき北橋とね、青さんもね、うん、こっちの世界に来てくれるんですけど、なんかね、やっぱね、20代と30代の壁ってありますよね、ほんまに。なんかね、ほんと大変で、なんか最近、いやー、もう僕もね、しんどいですわって、南出君言ってるわけなんですけど、ね、でも僕、100人切りやったんが33ですからね、そうですね、まだまだいけるなと。いうわけで若造には負けたくないなというこの頃なんですけど、まあ、そんな感じでね、はい、はい、でね、やっとねチラシもできてね、これ ね、 第7回、はい、ほんまこれお得な企画になってるんですけど、ま、ね、まあ、まあ何がいいってあれですよね、あの値段が安いとかっていうよりもそういろんな芝居が見れるっていう一つの会場で、それがすごいいい企画になってるんじゃないかなと。はい、ここはまたあの奈良演劇祭実行委員長的な発言になりますけども、ね、あのぜひあの、ね、そのまあ京都じゃないわ、名古屋と、ね、神戸とかいろんなところから、ね、あの来ていただけるので、京都じゃないと神戸の芝居とかって奈良の方は見に行かないでしょう。そうですね、ね、なかなかね、まあ、大阪とか行ってなんかあの、え、神戸歌舞伎何それみたいな感じで見に行く方はいてもね、でましてや名古屋ってみたいな、名古屋ってですね、名古屋の芝居僕も見たことないんでね、すごい楽しみですよ。逆に奈良演劇祭とは言うてるものの、名古屋の芝居ってどんなんなんかなっていうのをね、見に来ていただけるだけでもね、楽しんでいただけるんじゃないかと。なんかすごいツイッターとかでその赤いスリッパ企画、はいはい、名古屋の赤いスリッパ企画の方たちはすごいなんか奈良ええでみたいな感じで、今すごいなんか奈良に行くぜみたいな感じで、何をもって奈良がいいのか分かんないけどね。いや、まあ来てみてよかったんじゃないですか。え、来てみたのか。来てた。お、お、お、あ、僕がいない代表者会議ね。そうなるほどね。そうなんですよ、日程が結構、まあ、時間がねなかなか調整できなかったみたいで、まあ、ちょっと僕行けなかったんですけど、へえ、そうですか、はい、ね、まあ、ならええとこなんでね、うん、見ろこの何もない感じ ね、 ね、ね、最高ですよ、ね、ここね、こんな撮影が普通にできちゃう、うん、別に場所を押されたわけでもないのにできちゃう、うん、できちゃう、そうですよ、ね、いい感じです ね、 ね、いいとこですよね、はい、ここで稽古しました僕も高校の時、ね、うん、今となっては壁もあって屋根もあるっていい環境ですよね、空調もあって、
そう、空調、通常じゃん、換気扇とか稽古場ね、あ、稽古場ね、びっくりした、うん、平常休席のどこに屋根もあった、換気扇もあった、かまあ当時はやっぱこうね、自然の換気、換気やったんでね、自然風雨降ったら、だからあの近くにあの奈良ファミリーがあるじゃないですか、 あそこでやってました。はい、どこで、あそこの、あそこの中で、中で、あ、ポコラ前とかで、あのラクダさんの前で、もう今上行っちゃいましたけど、ね、当時はまだあの息があって、ね、動いとったんでね、はい、あこら辺とかでやってたりしましたね。はい、本当、まあ、でも大阪の人でいう森の宮ピロティね、もうなくなっちゃったけど、まあ、そんな感じの場所だと思いますわね。はい、あっこもね、いろんな夜な夜な行ったらこういろんな城ホール、城ホールの、え、大阪城公園とかね、あっこら辺もね、夜な夜ないろんなね人が稽古してはるんで、まあそんな感じの場所やと思います。はい、大して内容のない感じでどうもすいません。いいえ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた来週、はい、来週、はい、はい、来週は来れます。はい、じゃあお待ちしてます。はい、名古屋行って帰ってきたぐらいで、はい、名古屋、噂の名古屋に、名古屋に、僕も名古屋行ってきますよ、はい、名古屋の皆さん、僕来週名古屋行くんでセンチュリーホールにいるんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こんな感じで、はい、はい、じゃあ今週の山崎でした。はい、ありがとうございます、山崎さんです。はい、というわけでエンディングを迎えますけれども、じゃあウェブ情報をあきらお願いしていいですか。あ、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、よいしょ、おーい、ツイッターとかね、いろいろ更新してます。はい、はい、どうぞ。はい、ホームページ、ブログ、随時更新していってます。ホームページ、ブログはイベント -station.で検索してください。はい、ツイッターはアットイベントアンダーバーステーションで検索してフォロー。はい、フェイスブックはアンダーバーもなしでイベントステーションで検索していただくと出てきますので、ぜひいいねってしてください。はい、よいしょ。またメールフォームでも随時お便り質問受け付けています。稽古見学行きたいなどあったら、どしどしこちらまで送ってきてください。はい、ぜひぜひお待ちしております。うん、はい、そしてコメントまだ来てます。奈良ゼロさん、うん、神戸名古屋と演劇交流広がってるんやね、すごいな、奈良演劇祭っていうことなんで、うん、ぜひね、神戸も名古屋も見に、神戸の、ま、名古屋の方も見に来てくださいし、奈良の人も神戸名古屋の演劇も見ていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ来てくださいね。はい、それでは最後にもう一度ゲストの皆さんにお越しいただきたいなと思います。はい、お待たせしました、奥野めぐみプロデュース2の皆さん、どうぞどうぞ。言えた、噛まずに言えた、すごい。すごいかどうかしないけど、普通だけど、はい、どうぞ。はい、では最後にね、もう一言ずつ、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。じゃあ、上下センターの順番でいく。はい、じゃあ、夏美、はい、なんで、じゃあ、じゃあ、はい、下から、はい、いやー、そうやね、そうやね、誰やね、お茶の間か。4月25日に26日、はい、今日できることを明日にするな、ぜひ見に来てください。はいはい、はい、まあ、面白い、面白い、まあ、面白い舞台なので、あ、ためになる舞台なのでぜひぜひ来てください。違う違う、はいはい、はいはい、何か見に来ていただいて感じていただけたらと思ってますので、4月25、26開けていただきまして、どうぞ見に来てください。よろしくお願いします。はい、はい、というわけでまた来週もお会いしたいと思います。来週のゲストは劇団いちご大学の皆さんです。それではまた来週も夜10時にお会いしましょう。以上、中村めぐみと青あきらと、はい、森島なつみと、はい、前田にゆいと奥野めぐみでした。また来週。